作戦は失敗した。自らの力で滅ぼし合い、私に撃たせないで。お兄ちゃん、殺してやる。モテたくねえの？うわー、燃えてきた。全然意味わかんねえよ。それが全てなんだよ。一発かましてやれ。君に伝えたいんだ、俺たちは君だけにモテたいんだ。姉妹の前に現れたのは真の過去と現在の彼。私は真のが好きだけど、茜も大好きなんだ。ありがとな。泣いてないし。空の青さを知る人よ。私の依頼本当に受けてくれる？何があったのかは聞かない方がいいんだよね。地球という惑星に文明が誕生して以来、滅びなかった国家は未だかつて一つもありません。大胆な人だ。さて誰が勝ち残るかな。銀河を揺るがし星が乱れる。ローエングラム公ラインハルト、会ってみたいものだな。ヤン・ウェンリーに。この世の終わりだ。キャスナー、俺たちだ。進むしかないんです。まだい。人が人であることを取り戻す時が来た。俺たちの未来、私待ってます。どうかしてんだよ、翔子さんは。このままじゃ終われない。頼む、間に合ってくれ。サクタには私との未来を選んでほしい。それが私からのお願い。私なんですか？私だって生きたいんです。サクタくん、サクタ、さよなら。過去と未来、現実と記憶、僕らはどんな世界だって超えていく。君が好きだったんだ。二人とも生きるんだ。ハローワールド。会いたい人とかいないの？会いたい方はおりますが、会うことができませんので。届かなくていい手紙なんてねえからな。ねえねえ、本当はこの子も不幸になるはずなんだ。超お人よし鈴木入間が出会ったのは、入試トップのエリート悪魔と予測不能な元気いっぱい女子悪魔。悪魔に囲まれた学校でもし人間だとバレたら食べられちゃう。逃げ場なしの日常系魔界学園コメディ、ついに開幕。僕たちの勉強はまだ続いていく。僕たちは勉強ができない。第2期10月より放送開始。すげえな、ここが一番盛り上がってるんじゃねえのか。いらっしゃいませ。必ず一つだけ同じシンボル、せーの。じゃあ一斉にオープン、せーの。ルルちゃん容赦なしだね。だるまさんが転んだ。
新番組旗揚げ獣道。ほう、飲みすぎちゃったな。よし、今日はこの後飲みに行こう。自分今日妻のところに直帰しないといけないんで。無視してんだよ、インコだろ。あ、先輩、はやーす。分かっている、レディーパーフェクトリー。準備は完全に整った。相手スライムなんですけど。マイル様は数百年ぶりの我々ナノマシンを認識できる方なので。これって可視化できるほどの魔力だから。好きでこんな力持ってるんじゃないって。は風を呼んで波を咲き、戦いはいつの世も変わることはない。だからこそ私たちは生まれてきたのだ。どうしてこんな敵同士だから当然なのです。傷つけられて怒っているだけよ。タクマだからこそだ。タクマ兄ちゃん。兄ちゃん。タクマくん。タクマさん。主様も。タクマちじゃん。タクマちゃん。軟弱者が。僕はタクマを信じている。ウルフラン、お前は何のために戦い、何を守る。私の命を狙う者がいるよ。あの男に報いを受けさせる。私はそれだけでいい。人工妖精5体ずつ計10体。そう来るよね。止まらない。狙いはレイド。戦策は後だ。一気に制圧するぞ。マイリトルレイディ、私にあなたを殺させないでください。アサシンズプライド。あなたたちは人の命にまで手をかけたんですか。ふざけるな。悪いに決まっている。何なんだ君は。人殺しが悪じゃないとでも言うのか。違う世界、違う東京。凶悪犯罪組織9に対抗するため設立された、警視庁特務部特殊凶悪犯対策室第7課、通称特7。能力は高いが一癖も二癖もあるメンバーに翻弄される新米刑事七月の運命は。何あれ、ボロ負けしたくせに。お金払ってくれるなら入ってやってもいいよ。十傑対十傑、最強同士の連帯触撃。絶体絶命の危機を仲間との絆で乗り越えろ。触撃の相馬真の皿、2019年10月放送開始。かかってこいよ、必殺のスペシャリティで。終わりなんてない僕たちの物語が動き出したんだ。響くよ。マス。はい。君たちの存在証明はパーフェクトにこなしてみせよう。様々な旅をしてきて僕たちはここまで来た。最後まであがくよ、人間らしく、ね。フェイト、グランドオーダー、絶対魔獣戦線バビロニア。Stay with me、 戦いにてよ。君と出会って全てが動き出したんだ。私
あの子と友達になりたいんです。そんなの朝飯前だね。そうと決まったら早速行くわよ。そういうことなら俺も付き合うぜ。少年間になりそうだな。私が信じているのはグラン、君だ。お前はどうして自分の強さに責任を持たないんだ。共存共栄ってよく言うやん。私は悔しいんです。皮一枚剥がせばみんな同じだ。もう逃げるのは嫌だ。はあ、私のことなんかもうくれてあげる。戦いてえな、オノと。いいな。イチャイチャって何すんだ。あの日高って子は矢口くんの彼女だったなんて。強くならねえと大野の背中をただただ追うだけになっちまう。進歩してるんだけど前に進まない感じ、ハルオくんとアキラの関係そのものね。最後に殺されたな、モラン区長の娘アレクサンドラってことになるな。必ず仇を討つ。モリアティのことが心配なんだね。僕にもできることはある。命をもらわれてるんだな、切り裂きジャックに。目覚め始めてる魂へ教えてあげるよこの世界。美しいことが溢れてて最悪なことも溢れてる。みんなは信じて生きたい。ノーガンズライフ。ここで逃げたら本当の負けになっちゃう。ちっちゃくったってできることたくさんあると思うよ。アヒルの羽、飛べない鳥か。このまま諦めるわけにはいかんのじゃ。諦めねえぞ。僕は勝ちたい。わしにチャンスをくれ。行かなきゃ、もう一度あそこに。いつの間にか勝つんだ。ちはやに追いつける。行くでの。カルタになって自分が全部出ていく。綾瀬はクイーンになれる子でしょうか。無茶って言われても欲張りって言われてもずっとあのクイーンを目指してきたの。究極の愛情とはすなわち死。これ耐え根源の赤だ。お覚悟。マガツ、マガツ態度。あの人の理想は本当に正しいのか。あの裏切り者メリオダスを引き渡す。魔人どもを根絶する時です。面白い。聖戦の終結がやってきました。彼は私の全てのエリザベス、行け。私が止めます。精一杯この涙かき分けて。あの子が笑えないままなんてそんなの絶対許せない。余計なお世話だとしても君を助ける。英雄症候群の病人ども。もういいです、ごめんなさい。全て無駄だ。俺が君のヒーローになる。つかめ、今度こそ。お前の欲しいものはなんだ。 I'm happy。 特永久メンタリストスキル、他人になりきるってこと。公安局ね。死ぬ気ですか。事故は仕組まれた、だが立証は困難。どこまで我々に近づけるかな。こんなところで諦めてちゃ先へ進めない。シビラに干渉を防ぎ、閉じ込められた刃物を取り出してしがらみとなって空気を伸ばす金の根を刈り取って、解放追放すぐ逃避行喪失して記憶だって朽ちることのないキューピーゾーン。